いや、発声の練習の仕方、お前あれか、アルビタか。アルビタじゃなくない、ハンコックだわ。じゃあ行くよ。はい。行きます。はい。ちょ、笑っちゃうわ。笑っちゃう。はよして、もういいよこの感じ、いいわマジで。毎朝、ま、毎朝。はーい、どうもらいです。今回ですね、こちら 8.5 周年アニバーサリー前編、桃源戸塚スゴフェスの方聞いていこうと思います。で、まあ今回は一人でやっていくということで。いや、俺もここまで来てんのよ、わざわざここまで来てんのよ。あれ、いた。いや、まじゃあ、なんかいましたね。いや、まあ無視していいです。で、いきます。やらして俺に。しょうがないな。まあ、ということで今回はちょっとまた、はい、本当は一人でやってた方が、面白いとは思ってるんですけど、とりあえずなんか来たんで、今回は引かさせていただこうかなと思っております。はい。まあ、ということで、はい、名前は、名前ですね。はい、はい。ということでやっていきましょう。いや、名前は、あ、名前、あ、名前どういうのでやってるか。いや、普通に名前は、あ、ワイズです。え、イントでしょ、おかしくね。ワイズじゃないの。どっちでもいいよ。あの、いいんだよな、ヒカキンの、ヒカキンです。いいんだよ、あの、知らないか、この動画。9年ぐらい前の。知らねえだろ、絶対。じゃあ後で調べて、ヒカキン発音。いや、いいわ。まあ、ということでね、弾いていこうと思うんですけど、まあ前回はとりあえず20連だけ弾かさせていただきまして、はい、まあ見事にね、当たらなかったんですよ。雑魚。うそ。まあ俺は前当てたのに、あれなんだっけ、どめよ、ハンコック&ケニーみたいな。じゃあ何で、どういう組み合わせ。美女と野獣やん。ちょっとうまいこと言ったと思ってるだろう。うん、おもろいこと言ったと思ったわ。じゃあやっていこうか。まあ、ということで、まあ、当ててほしいのがいるんですよ。はい。日和。はい。そして、ハンコック&ナビ&ロビン。めちゃめちゃいるね。うん、3人揃ってる。これ。で、この前の、侍。侍が一番いい。え？侍が一番いい。なわけなくない？いや、本当だよ。真ん中にいるだろ、お前。山賊でしょ、これ。こいつ、はい。錦って書いて、うん、金右衛門って言うから。錦って書いて金右衛門って言うの。錦右衛門って書いて、金右衛門って言うの。金なんだ、それ。そう、そう。じゃあ、式は、んなんだ。その、ロビン&、もう、これ当てたら、もう、殴る。一回殴る。じゃあ引かなくていいな。一回殴って、一回車で暴走してくる。行け。ダメだ。10プラス1回。見せて。本当に探しますかということで。はい、探せ。やめときましょうか。なんでよ。最後ワンピース探しに行けよ。うまいこと言ったね、また。言ってないでしょ。お、いいね。いいよ。頼むよ。1。おい、帰れよ、もう一回。一回帰った方がいい。やばい。赤。お前やばいって。赤の最初来ない。お前。やばいって。おお。冒頭なんか喋って終わるぞ。おお。お前好きなやつ。好きなやつ、これしか知らない。ルルクや。いいじゃん。あれですね。ドフラミンゴの時にいた。そう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 。ですね。こいつしか知りません。なんで。いいね。おお、これは。知らないです。知らんがかい。あ、これあれ、ここほっぺこうちぎって、うん、あのきびだんご出せる。アンパンマンか。ハッチ来ました。あ、いいね。ニュー八刀流のハッチ来ましたね。いや、六刀流だわ。お前どこに8本つけてる。腕6本しかないね。うわ、何これ。シャンクスの
5年後みたいな感じですね。これ見えない見えない。いやもうどこかシャンクスやね。や赤髪だけだろ。髪伸びてるし。いやいや5年伸ばしてるやん俺。いいんだよ。さあ、おー変わった来た。ダメよこれかい、これかい。うわシャンクスやん。またいやシャンクスやな、ね、赤髪全部シャンクスだと思うな。きつい、きつい。いや絶対か、もう元クソレストの始まった。いいねアシラかっこいい。ドフラミンゴ、ドフラミンゴみたいな。ドフラミンゴって全部ドフラミンゴやな。お、来た新キャラ。え、これがニシキ。いや、ニシキじゃねえわ。おい、ニシキって言うな、キリエモンのこと。それ、雷蔵ね。 おい、飛ばすなって。せーの、読みたいちゃうな。え、あー、これはシャンクス。何でお前シャンクスって言わねえ。シャンクス&バギー。おー、そう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 、バギーのちっちゃい。誰が赤っ端だって。どういうことだよ。いや似てないけどおもろい。いやーこれやばいな。お前ヒゲじゃん。終わりか。終わりだな。あ、来てない。来てないか。うん、あ、やばい、かぶった。あと最後の大きくだけ当ててくれるわ。大きくだけ当ててくれればよかったのに。なんで大きく当てないのよお前。4分の1の。いやこれもう一回行くしかないな。いやもう一回行ってくれ。あ、いや、やめてほしかった、やっぱ。頼むわ。いいね。いいね、全盛り。全盛りだ。2。よし、もう一個。もう一個。およし。1枚確定な、とりあえず。まあ、とりあえず最後は1枚確定なんだけど。うおい、もう一枚。もう一枚。おお、これ、きつい。4枚。頼む。終わってくれ。頼む、ここで出てくれ。おお、持ってない。持ってない。トリキナトプス。もうあれじゃん。あれじゃん、お前。ドリーとブロギーのとこで、ゾロが捕まえてきたやつじゃん。え、ティラノサウルスじゃなかったっけ、あれ。サンジがティラノサウルスか。そう。トリキナトプスじゃん。こんなイカついの連れてってないでしょ。さあ、頼む。お願い。やばい。おお、お前すげえ。お前神やん。これもいいんだ。これは神。神。いいんだこれ。神。私が欲しかったのはこれじゃねえんだよ言ってるけどな。神。いやこれずっと欲しかった。ウルティ。俺知らない、ウルティ。知らん。出てきてないもん。な、聞いたこともない。ない。ないか。結構人気なんだよ。フォクシーだから俺。フォクシーのところに出てきてる。え、マジで？うん。じゃあ知らん。フォクシーの横にいたじゃん、あの。ああ。お。誰それ？これウソップ海賊団だよね。ウソップ海賊団じゃねえ。ん、違ったけど、ウソップ、そう、なんだっけ、ピーマンみたいなやつ。ウソップピーマン。いやお前それウソップ海賊団の3人じゃねえんだよ。ピーマン、人参、玉ねぎじゃねえんだよお前。どこがだよ。それじゃない。ちげえ。違うか。鼻長いし。鼻、いや、そこだけ。あ、シェルラックスルスルン。さあ、どうだ。おー、ドフラミンゴ。いいね、ハロウィンバージョン。これないだけで変わるね。いや確かに、あの赤いマントね。うん、ピンクやん。いや変わらないだろ。おお、知らん。それ何、誰、誰。お前ボクサー系は見ているじゃん。僕絶対違う。ボクサーしか被ってない。さあ頼む、お願い、お願い。いや、いらねえ。ユージ。いや、ユージーって名前懐かしすぎる。ユージー来た。いいんだよ。おじゃるーはいいんだよ、お前。うちを取ってー。いいんだ、あいつ。あいつの名前知ってるやついねえだろ。知らねえ。多分トレクルの中にもいないんじゃん、そいつ多分。カマカマもいるから。微妙なとこだぞ。さあ。いやー、何枚今？今 9？ 今9です。変われ。あー、終わったな。アルミだー。いや、アルミだじゃねえな。さあラスト頼むよ。来ました。頼む、これ頼む、お願い。いやお前ね。寝てろや。いや寝て、え、そこ、え、年だけ20連ですか今回。 3いけますか。あと100個あるでしょ石。いやもう10連できるけどさ。いや53個よお前。いっとこう。やめとけって。いやマジで
わかんない、俺この石集めるのがどんだけこのゲームの中で大変かわかんないけど、はい、モンスト換算したら30連分で相当大変だよ。大変。聞こうか。なんでやねん。いや、なんで引いてんの。ちょっと待って、ちょっと引いてんの。いや、ここで出なくていいって。絶対出す。いや、もうウルティ出たからいらんって。もうウルティそんなすごい。もう、うん、ピンチクだった。おっ言ったのよ、ほんとに。お前、これで、これやばい。お前、これで出なかったらお前、車から降ろすから。いや、俺の車や。俺の車って。よし、1枚。よし。じゃあ、2枚確定か。いや、わかんない。最後の1枚確定かわかんない。お前、好きだな、カッパ。カッパ、カッパ好き。頼むよ。あれ？本当に引いてほしくなかった。シンプルに引いてほしくなかった。あ、リッチーじゃん。リッチーじゃないでしょ。前の動画で言ってたんだろ。フランキーですね。フランキーね。いやー、頼む。せめてもう新規のやつも出しとってくれ。いいね、プリン。ダメよ。いや、変わってどっかでいいと思う。ちょっと、これ、サンジとバトルした料理人。あの海賊のあれ、あそこで。ヒダだろ、これは。あ、違う、ん？フルボディとさ。あー、フルボディの。いや、お前イントネーション違う。いや、フルボディでしょ。フルボディだろ、お前。フルボディ。いや、私、フルボディでしょ。違う、フルボディでしょ。お前もちゃうやん。全部ちゃうやん。アンケート取った方がいいわ。フルボディか、フルボディか。フルボディかね。カポネじゃん、カポネ。これは。頼む。やっちまったかもしれない。お前頼むってマジで。ゼロ。あ、お前マジで帰ってくれ。お前マジで帰ってくれ。ラスト1万円。お前やばいって。これ赤じゃなかったらもうやばいって。本当にやばいって。ミスターワンやん。うん、好きだなミスターワン。手つきでやってる。お前金やん。え？お前カッパ好きすぎだろ。ちょっと待って。ゼロ。一回出るわ。出るわ。一回殴ってきます。ちょっとよ。やっちまったでガンス。誹謗中傷するならやめます。僕は。誰から誹謗中傷される？うん。大。誹謗中傷めんどくさいですもしね。もうやっぱ正直。誹謗すぎる。めんどくさいね。もう疲れたんすよ。いや、もうガチャの結果が。それだけに。声優？声優してた。これの、これの声優してた。羊のショーンやってねえよ。羊のショーンって何？もう羊のショーンの一番ちっちゃい赤ちゃんのやつじゃねえんだよ。一番でかいのできないの？できるよ。ブーあれ、位があるか。あ、あるな。真ん中ね。真ん中ショーンだ、ね。ショーンが、うん、ねーぐらい。ねーぐらいか。うん。ねー。チビね。ねーもうすごいな、お前。もうそれだけ動画出せよ。トレクル A はもう。で、一番でかいのは。何？一番でかいの。一番でかいの。ねえ、ねえ。いや、お前泥投げて笑ってる豚か。はい。まあ、ということで、そうですね。まあ、今回はとりあえず合計で50連ですか。はい、自分が20連。30連じゃないですか。あとね、そう、無料と、あ、無料と、無料10連と20連引いたんですよ。はい。で、今回、クソが30連引いて、まあ、計60連という感じで、まあ、引いてみたんですけど、まあ、今回の結果としては、まあ、ハンコック&ナミ&ロビン、そして、金右衛門たちは当たらなかったと。いうことで、まあでもウルティ当たったのは不幸中の幸い。はい。鬼に金棒的な
感じかなっていう。絶対使い方違う。鬼に金棒って不幸中の幸いとかでしょ。犬も棒に当たるみたいなね。歩けばだ。全部違うし。猫に小判ということで。まあ、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。面白いよと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。